皆さんこんにちは、マミです。ケンです。マミ、今日はやってほしいことがある。何ですか？あなた、パンク修理できますか？パンクしたことない。パンク修理したことない。パンクしたことない。だけどもロードバイク乗って1年経つやん。だからパンク修理できなあかんと思うんやっての。うん、っていうことで今日はマミ一人でできるもん。ケンのパンク修理講座。まあね、これからですね、あのマミにはいつも私と走ってるんですけど、これからですね一人で走ってもらえるようになるために、まあ最低限パンク修理だけはできた方がいいと僕も思いますので、まあいつもは私が全部やるんですけど、今日はマミにパンク修理を学んでもらいます。これはお飾りじゃないんだぞ、ちゃんとパンク修理グッズが入ってるんや。おもりかと思ってた。おもりじゃねえし。ということでやってみましょう。はい、であなたにはこのホイール、まあこれをパンクしたと仮定して修理してもらいます。フロント側ね。でリア側との違いはここにほらカセットスプロケットがついてるかついてないだけだから、リアの方がハードル高いんだけど、でもまあここの重量があったりギアがあったりする分だけと思えばいいよ。こっちで教えます。やっていきましょう。お願いします。スタンダはい。で皆さんにお話ししてないと思うんですけど、ケンマミの住んでいる福井県にはサイクルショップが非常に少なくて、私たちの住んでいるところの半径50キロ以内にはサイクルショップがないんですね。でいつも高速道路乗って1時間ぐらいかけてプロショップで見てもらってるんですけど、もうそれだともうどうしても何かあった時に対処できないんで、私は、ロードバイク始めてから、まあ、こういうふうに常に独学でですね勉強してやってます。なんで都会に住まれてる方とかサイクルショップがあって講座とか行ってくれてるところで買えた方はすごい幸せ者だと思います。羨ましい限りですよ本当に。まあなんでね、こうやって YouTube 活動を始めて同じ境遇の方がいれば、この動画見てやり方を覚えてもらえればなと思います。動画やとやっぱり分かりやすいですね。そうですね、まあ僕本とか見て勉強して、最初はもうねパンク修理でも1時間ぐらいかけてやりましたけど、今ではもうね1分以内でやれるわ。1分1分以内でやれますよ。トライアル1分で修理できます。はい、じゃあやっていきたいと思います。まず、まあパンクした時ってさ、どんな状況か分かるよね。どんな状況っていうのは、例えば小石とかガラスの破片がぶっ刺さったとか、あとはチューブが重き衝撃加わってこの金属部分に当たって、パンクしちゃったとか、プシューって音が基本的にバーンっていって、すぐにシューって落ちることはあんまない。だいたいプシューって言いながら音がして、分かりにくい。いや、一回見てるじゃん私のパンク何回。あ、でもなんかシューッみたいな、あれはチューブレスだから、ちょっとね全然あれパンクしてるみたいな感じだったけど、普通は何回かあるんだけど、なんだろう、急に破裂みたいな感じの音はしない。風船が割れるような音じゃなくてプシューッて音がする。だから多分分かる。ほんでふにゃってなる。なんかもう乗ってる時に不安定になる。そうそうそう、学校みたいな、ここの多分バルブの部分で、分かる。で違和感があったらすぐ止めるように、でまあパンクすると大体空気抜けてるんだけど、まずすることっていうのはこのバルブの空気を抜きましょう。抜く
の？うん、抜く。で、それは、あ、それじゃダメだ、今閉まってるから、ここのこれね、丸これね、ひねる、ここの、ここをひねる、左パンと時計回りに回す、回した、そうすると、まあ、要は、空気が漏れるようになるんだけど、で次はここを押す、押す空気抜ける。でまずパンクしたら、あの空気大体抜けてるとは思うんだけど、ここで一気にあの抜いちゃいましょう、完全に。音せんくなるまでね。でこれで完全に、あの完全にではないかな、ないけど空気が抜けた状況。でまず何をするかっていうと、まあ、こういうふうにぺっちゃんこになったんだけど、タイヤをね、左右にタイヤを揉みます、うん、揉みます。これね、これホイールね。で今ここの両端に、まあ、タイヤの先端がくっついてる状況なんだけど、ここのこことここリムの端っこにビートっていうんだけど、タイヤのね、ワイヤーみたいなとこがあって、そこがくっついてる状況をこの真ん中に寄せてあげる。へばりついてる可能性があるから、ベタってゴムだからさ、輪ゴムとかにもあるじゃん。でここにへばりついてる可能性があるから、真ん中にこうやってこうで一周、そうすると外れるでしょ。こうすると溝になってるんや、うん、外れやすい。これあれだね、あのトレック改造計画でもタイヤのはめ込みはやらなかったもんね、うん、もともとついてたタイヤホイールセットでやったの。一周したらで分かりにくいと思うが、バルブを起点にやると、あ、まあ、スタートとすると、うん、どこまでやったかっていうのがすぐ分かる。ほんだ、では次に必須アイテムをお渡しします。こちらタイヤレバー、これ3本セットになってます。今全く同じタイヤレバーね。はい、このままにしましょう。はい、まあ、そのうちじゃあ1本持ってください。これを使ってまずタイヤを外します。片方の、うん、片方を外す。どっちでもいい、うん、でスタート場所なんだけど、ここはやめよう。バルブの、うん、バルブのとこからスタートするのはやめましょう。なんで、うん、それはここに干渉しちゃうんだって、バルブの先端が。わかります。ここからやると、ここのバルブの金属の部分があるからカツンって当たるから、ここから少し離れたらどこでもいいから、それはどこでもいい、いいらしいです。皆さんいろんなやり方あると思うんで、はい、じゃあもうバルブのちょっと離れたとこからやろうか。でまずここに、まあ、こうちょっと真ん中に寄せるように持って、でこっち側ね、こっちの部分ね、こうやって入れる。で今このタイプのタイヤレバーだと、ここの溝ね、をこのスポークに引っ掛けれるタイプだよね。で、こう 今はめた状態でしょ、うん、ああ、もうちょっとこっちの方がいい。そう、スポークに引っ掛けるから、うん、今から分かると思うんだけど、で、これをこのままこっちに出すと、ほら、で、こうやって引っ掛ける。こうか。そう、でこれだとまだ外れてないけど、ちょっと浮いてきたよね。うん、盛り上がってるよ、うん、で次を刺す場所なんだけど、これも人によって違うと思うんですけど、スポークの隣のスポークの場所、うん、次ここに引っ掛けるタイプ、同じようなことをします。でちょっと2本目は1本目よりきついから、で刺したんだ、ビートに引っ掛けたのを確認して、でスポークに引っ掛ける、うん、そうすると、うん、まあね、新品タイヤと違ってちょっと柔らかくなってるから、
で最後3本目、まあ、できる人は2本でもやれるし1本でもできるし、次も同じ要領で3本目まず見てて、でこうすると真ん中のこれがポロッと落ちるはず、ここが浮いてここに支えてるタイヤラインで、タイヤレバーが落ちる。ブラブラした。じゃあこれをほらそのまま抜けるさって、でここまでやってください。ここに刺したら、うん、あ、反対の方がいいよ、バルブがあるし、まあ、まあいいんだけど、あるとこはちょっとやりづらい。はい、取れました。したらもうタイヤレバー全部外しましょう。ポイポイ、タイヤレバー全部外してください。下に引っ込けば、こういう状態ね。じゃあ次、今こっち側でタイヤのビートを外したんだけど、今度は反対側、こういう形なんだよね。でそれを今外れたタイヤのところにこういう風に入れる。ポイってこうやってまっすぐ、はい、でこの時注意なのが、まあ、もうチューブパンクしてる前提だからいいんだけど、例えばこういう状態わかる？リムに対してこういう風に角度で入れちゃうと、こういう角度ね、入れちゃうとチューブ傷つける可能性あるから、リムに対してこうです、平行に入れてください。こうね、まあこのこうやって回してタイヤの片方を外して、気持ちいいよ、これは気持ちいい、いくよ。まず見てもらう？平行な状態でこうやって回していく、まあ、こっちはプラスチックなんで、絶対アルミの金属の方が強度はあるから傷つくことないと思う。で、こうやって外していくと、で、一周するまで外すと、ここまでやりましょう。これのどっち側に進んだらいい？手前。こう？うん。やりやすい方向でいいけど、今向き的にそういう風に刺してるもんで。途中まで硬かったけど、スムーズ。ここも外れるまで。そうすると。もうタイヤ片方側だけ外れましたと。この状態でもうチューブが出せます。で、このバルブのある方ね、の反対側に、まあ、こうやってめくってチューブを触る、こうやって引き出す。なるべく優しくね、今回は再利用するんで、これを。で、そしたら最後、まあこうやって簡単にめくれるからこうね、よいしょ、このバルブのとこを最後こうやって引っ張る。ささっとこうやってここ穴開いてるんやけど、ここをこう引っ込んでいく。で、抜けました。はい。